時間になりましたので始めさせていただきます今日はシリーズ中国で何が起きているのかの第13回ですゲストとして長く東アジアや中国の政治外交を研究してこられた東京大学大学院教授の川島真さんをお迎えしました川島さんは東京大学大学院博士課程を単位取得後退院取得,、えー、退,院取得退学後 北海道大学助教授東京大学大学院准教授を経て2015年から教授をお務めですちなみに日本記者クラブに川島さんをお迎えするのは今回で6回目となります本日は川島さんから内政との一体化が進む中国の対外政策を中心にお話を伺います中国経済は依然として厳しい状況が続いています えー、遅れていた山中全会の開催は7月に決まりました。20日に、えー、来生特氏が総統に就任する台湾との関係も含め、資産に富むお話を伺えるものと思っております。川島さんに1時間ほどお話しいただいた後、会場とオンラインからの質問にお答えいただきます。えー、オンラインでの質問は今から受け付けますので、Q&A で送ってください。 司会は日本記者クラブ企画委員で日本経済新聞の高橋哲氏が務めます。それでは川島さんよろしくお願いいたします。川島でございます、えー。今日は大変貴重な機会いただきありがとうございます。あのちょうど昨日の夜中にですねあの夜間から帰ってきましてドバイ経営で。 ちょ時差ボケが残ったりもしておりまして、まあ、話しながらは寝、ね、ないと思いますけども、あのちょっとボケておりますので、お許していただければと思います。で今日今、高橋さんからお話がありましたように、まあ、あの内政も組めながら、主に外、まあ、対外政策についてお話ができればと思っています。まあ、と言いますのも、やはりあの、まあ、国分先生から始まって、今日十何回目かの予定でずっと見てみますと、皆さん、だいぶお話されてますしてですね。 台湾に関しても松田さんと小笠原さんと福山さん話してますので、もう私に話すことがあんまりないんじゃないかと思うんですけれども、まああの、もしかしたら外,外交関係はあまりないかもしれないと思って、外交関係を中心に、えー、してみたいと思っているところでございます。でえっとですね、まずその、の今日お話しする前提として、えー、大枠について見ておきたいというふうに思います。えー、習近平政権ですけれども えー、実,際実際どうかという話は別にして彼らが目指していることっていうのはやはりあの言葉の上ではですね、えー、17回19回党大会2017年に言ったように、えー、中華民族の偉大なる復興の夢になるものを、えー、あるいは社会主義現代化強国というものを、えー、2049年に実現するということを言っていてこれはアメリカに追いつき追い越す意味であってこう民族の夢っていうのはおよそその 台湾統一の枕言葉として使われてきたというところがあるので、おそらく2049が台湾統一の言葉の上でのゴールだろうと。で、2035は中間点と言われていて、これもまた台湾のことも含めた一応中間点として言葉の上では設定されているんだろうというふうに思われます。このことからわかるように、外交にしても何にしてもやはりアメリカというのがターゲットになっています。ですから対外関係全般に関しても中国は アメリカとの対峙アメリカに追いつく追い越すということがとても重要な論点になっているということになります。でまた外交についてはえグローバルな秩序先進国が作ってきた秩序に対してえ挑戦していくことをいわばほぼもうはっきりと明言をしていますえこれは胡錦濤時代とはやはり違うことでありまして胡錦濤の時代というのは、まあ、先進国がルールーを作る作った先進国が作ったものを修正していく是正していくと。 途上国の観点を加えていくと言っていたんですが習近平はこれを新しいちゃんと自分たちで秩序を作るということを言い出したわけであります、えー、時代遅れの先進国ということを何度も言ってますし先進国は冷戦思考が抜けないということを盛んに批判をするわけですですので右下に書いたように中国が想定しているような世界の対立軸というのは先進国対それ以外先進国対、えーまあ、新興国プラス途上国であると いうそういう発想をとっています。えー、ここはですねあの勘違いしてはいけなくて、アメ,アメリカなどは先進国対中路という枠を設定して、それ以外にグローバルサウスがいるっていうそういう論調をとるんですね。それに対して中国はそういう枠は取りません。えー、先進国対それ以外。ですから中国自身はそのそれ以外の方の代表だというスタンスを取ります。あの あと,あといますこれもそんなこと簡単に実現できないんですが彼らはそういう認識をしているだろうと,と思われます。それからまたグローバルな秩序,の秩序という面ではこの新型国際関係というものを提唱していて、まあ、ウィンウィンな経済関係に基づく運命共同体を作っていくそういうい話ですで主に経済関係に依拠しますのでえ民主主義といった言葉は当然使われません。 国際関係、国際政治の面では、民主主義が世界に広まって平和ができるという、そういう論理もありますけど、デモクラティックピースなる議論もありますが、そういうことは民主主義という言葉は使わずに、経済に基づく関係性、そこでウィンウィンを作っていって、運命共同体に作るという、そういう理念。それが新型国際関係というものです。あの、荒い議論ですけど、荒い議論ですけど、西側のものとは違うということを言いたいんだろうと思います。 でそれが先に出ていて、その後にこのグローバル発展イニシアチブ、グローバル安全イニシアチブという2つのイニシアチブが出ました。発展のほうが経済、安全のほうが安全保障です。経済と安全保障を組み合わせています。もともとは経済、経済と言っていたんですが、発展という言葉が入ってきまして、だんだんと安全保障というのが出ていますで。これが露骨なあの、あの、安全というのが露骨なミリタリーではなくて、えー、非常にこう,う緩やかなセキュリティの顔をしているといいますか、えー、つまり、 うこうアメリカと所属する軍事上のぶつかり合いとかではなくてです、ね、治安とか国境,国境管理とかあるいは麻薬取り締まりとかそういった体裁を取るというところがなかなかみそで非伝統的安全保障などをうまく押し出しながらこのあのあの安全イニシアチブなるものを広げようとしているというところがありますで中国自身、えー、経済の方が圧倒的にパワーを持っていますので 世界的に見ると中国というのは経済的なパワーであるというふうに思われがちであります。遠くに行けば行くほど中国は経済、経済と思われます。今回私も中東におりましてもやはり中国というのは経済パワーであるという認識が強く安全保障上の脅威になっているわけじゃないというそういうふうに思われがちであります。必ずしもそうだ,私はそうだとは思いませんけれどもそういう認識が結構強いというわけでございます。 で、その米中関係ですけれども、やはり、あの、中国というのは、中国とアメリカとの関係を重視している。そこを基軸に考える。ウクライナの問題にしても、ハマスの問題にしても何にしても、そこから考えるわけですけれども、米中の関係は、やはり、両者ともに、ホワイトハウスのホームページを見ても、中国の外交部のホームページを見てもともに、競争、コンペティションというのが書いてあるわけですね。長期的でタフな競争関係にあって、そしてお互いに衝突を避け、 まあこの衝突を避けという部分はもうちょっとややこしい言葉で、もともと中国が使っていた新型大国関係ってです、ね、お互いに革新的利益を大事にして衝突しないってあれです、ちょっとあのあの言葉とダブってるんですけど、でもまあ衝突しない、そして協力すべきは協力する、で対話を継続していって関係を管理する、これは米中ともに言ってるものです。ですから、一応両者、あの言葉の定義は別にして、それでこはかぶっています。 で今回、その昨年の米中首脳会談をやって、えーまあ、どうなったかというと、あれは関係はインプルーブしてなくて、関係は改善しているわけじゃないんですね。あの首脳会談によって、このコミュニケーション、対話をとってあの、対話してコミュニケーションをとって、関係を管理するという部分が元に戻った。つまり、ナンシー・ペロシの包帯とあの気球をめぐる問題で首脳会、首脳交流と軍の交流が止まってましたから、それが回復し、 この対話を継続して、関係を管理する部分が元に戻ったというわけでございます。これをインプルーブと言うかっていうと、まあ言うのは自由ですけども、双方の国々ともに改善なり、中国の会社になり、向こうのアメリカもインプルーブって言葉は使ってないということになります。ですから、あの日本の方でこれ,これで米中はどう関係を改善するんでしょうかって言葉を言ってしまうと、双方は言っている話とずれてしまうということになります。また中ロ関係ですけれども、よくこれも出てくるんですけども、 えー、中国にとってアメリカというのがやはり主要的であるということが大前提であると同時に世界の対立軸というものを、えー、先進国対中露とは見ていませんのでそこがポイントになります中国にとってはロシアは、えー、同盟国ではありませんあくまでも最も重要なパートナー国でありますですので、えー、ロシアというのはロシアが何をしてもロシアのことをフォローするわけではない ということになります。ちょうどプーチンが北京に行ってますけれども、もちろん一番大事なパートナー国であります。しかしながら、ドメクではないということは大事になります。ですので、まず第一に、えー、多くの途上国、なり新興国がロシアに対して非常に厳しい姿勢を取る案件があった場合、中国はロシアにぴったりくっつくということはできないわけです。ですので、えー、ロシアのウクライナ侵攻に際しても、侵攻そのものを支持するということは中国はしなかった。 非常に曖昧な態度を取ったわけですね。国連の投票行動においてもそうでした。いつもロシアと一緒になるわけではないわけです。ここは、あの、もちろんアメリカにべったりというわけじゃなくて、ロシアに対して、えー、同じなわけではない、えー。ただし、中国にとってロシアというのは、アメリカに対抗していく上で極めて重要な存在ですし、また、ロシアという国が弱くなってしまうことも困るわけです。えー、しばしば、えー、ロシアの力が弱くなってくると、中国は有来者に進出するだろうというような話も聞きますけれども、実際中国は当面はそういうことを取らないと思います。 むしろロシアを支援していく。なぜかといえば、中国にとってロシアがどうなるかと一番困るのか、最悪の事態は何かというと、ロシアで革命が起きて、ロシアが NATO の国になってしまうこと、また、あるいはロシア自身で何か混乱が起きて、ロシア全体が混乱に陥ること、そういうことの方が怖いわけですね。むしろロシアはしっかりしてもらって、NATO に対峙してもらう。それが大前提なわけです。 でですので中国というのは習近平政権をどのプーチン政権を支える方向に当面はいくだろうとあの30年そうかは分かりませんけど当面はそうであろうというふうに思われますこのあたりはあの、まあ、難しいところではありますけれどもそうしたアメリカへの対抗軸が一番ですでこのような論理の中で台湾は一体どういう存在かというともちろん台湾というのは中国からすれば、えー、最終的に必ず統一しなきゃならないというふうに中国側は思っているわけですね もちろん台湾の人々の中で、中華人民共和国を統一,統一していいと思っている人は、まあ、1%か0ではありませんけども、ほとんどいない、えー、状態になる。まあ、台湾の世論調査でいう、今すぐ統一したいという人がそれに当たるとするならば2、2%とかいう数字しかいないわけです。えー、中華人民共和国を統一したいと言っている人はほ,ほとんどいませんので、 今現在の台湾にとって中華人民共和国を統一するかしないかが争点になっているんだが、そういう争点はほぼないわけですから、そこは当然なんですが、しかしながら中国はそう思っていない、中国は統一をしたいと思っている。でそれは大前提にした上でこの米中の間で,で、すねやはりその大きなコンペティションという枠がある中で、その競争の焦点になっている大きな論点が3つあり、それの1つがやはり地政学的な軍事安全保障、もう1つが 先端的なテクノロジー、もちろん半導体ですね。まあ、TSMC がそうですけども。それから自由民主主義との価値があるわけです。そういう大きな3つの焦点を考えると、その3つが共に全部台湾の上で重なるというわけですね。全てにおいて台湾が起きた焦点になっているわけですから、台湾の重要性というのは現を持たないわけであります。もちろん、台湾の人々は、あの、そこまでアメリカを信じないわけで、えー、もし万が一、中華人民共和国が台湾に攻めてきた場合に、 米軍は来るかと聞かれると、台湾ではかな,かなり多くの方々がまあ来ないだろうというふうに踏んでいる。まあ、義米論、アメリカを疑う議論ですね。なんか多いわけですね。まあ、アメリカにとって台湾は重要ですけれども、なかなか台湾の人との認識が一致するわけじゃないわけです。で、次に、このようにですね、中国の対外的な問題を見ていくときに、大事なことはですね、えー、内外の一致ということです。これはの、内政が外政に影響を与えるとか、 えー、内側を見ていればすべてわかるという話とちょっと違うかもしれませんあの、どの国でもそれは内政と外政は連続するんですけど、そういうちょっと話が少し違うところがありますから、あの少し注意してあのいただければと思うんですが、例えばですね、えー、習近平についてですね、今現在、これはあのいろんな方々が強調していると思いますが、今、中国は国家の安全ということを非常に強調しているわけですね。 国の安全ということがまず第一にあって、経済よりも、あ経済、環境、国土開発、あらゆる面において、あらゆる面が全部国家の安全に関わっていて、で、それをその総合安全保障官とかって言うんですが、その総合的な安全保,安全保障官を提起してえ、どの領域においても安全の方が上だというふうにする。まあ、時々あの、経済と安全特区で安全と経済,経済を統治する、一緒に扱うって言って、どっちが上とかって言ってない文章もあるんですけれども、 でもいずれにしても安全を優先するという方向になっているわけです。そのような安全、安全という論理がどうなっていくかというと、国家の安全がなぜ重要かというと、その中国の安全を脅かす存在がいるからだ。これは我々安全保障と少し違うんですね。国内の治安の安定とかも含むわけです。中国の安全を脅かす存在、それが西側の国々である。西側の国、あるいはテロリストである。あるいは分裂主義者である。この辺の 国内の民族分裂主義者、テロリスト、西側の国々、これはずらっと並べられるわけですね。そうした、そうした存在が中国国内において様々な作動をしていて、政権転覆等を図っている。というところから始まるわけです。そして、西側の国々はカラー革命を起こそうとしているのだ。だから、だから国家安全維持法。だから反スパイ法。だから反、外国 NGO の法案。というになっていくわけですね。そうやって身を固くするわけです。 でこのことがあるので、外国人たちも管理する必要があるというふうになり、で、スパイがクをしているからスパイを捕まえるのだという話になっていく。と同時に、それが外国人たちと関わる中国人も危ないという話になり、だから外交部への管理になっていくわけですね。で、あるいは海外で共鞭をとっている中国人の先生を捕まえる。といった話に全部つながっていくわけです。それが外国人に接触する中国人、 じゃあ例えば、誰かといえば外交部の職員たち、外交官たち、だからそこを対して、規律委員会などが入っていく、あるいは、えー、中国共産党の組織部の副部長であった政局が外交部の職員になって中に入り込んでいって、そして風紀の粛清というのをやっていく、ルール作りをやっていく、その中で、戦、え、狼、ー、外交官になる人たちが当然ながら出ていくことになる、もちろんいろんな時期的なズレはありますけれども、およそそういう方向で動いているということになるわけです。ででですすので内外がこうがつなってくるわけですね ですからその内政が外政にというのももちろんあるし政治闘争がどうのということもありますけれどもこのようにしてこうう内外がこう連続しているような、えー、そういう状況にある外国国内の統治を安定するために国内の情報を管理する情報を管理すると当然ながら外から入ってくる情報も管理する必要がある外に出ていく中国人の言動も管理する必要があるというふうになっていくわけで。 うちの管理を強化することによって外から入ってくる情報ファイアウォールを上げていく運動に全部つながっていくわけですからそのようなつながりがあるというふうに見ていただければと思います。でその習近平政権ですと左側に参りますがこの習近平政権がこれまでやってきたことっていうのはまあ当然ながらあ国から党へですとか、えー、自らのところに権力を集めるとか、えー、あるいは法を用いながら 統治をするとか、いろんなことが言われて来ています。これまでいろんな先生方がそうしたことをおっしゃってきたと思います。で、まあ今回の三重前回などもなかなかそのまあ、経済政策面での弱点なのかあるんだろうと言われてますけれども、これ一体どういうことかというと、今学者の間では多分論争論争というかやや議論のズレがあるように思うんですね。それは習近平というのは独裁を強化していているんだと。 えー、この議論というのは、習近平でなければこうはならなかったという議論なんですね。でそれに対して、いやいや、習近平でなくてもそういうことをやったんじゃないか。えー、つまり、共産党の統治が緩んでしまっていて、みんなが強い権力を求めていたから、習近平でなくてもこういう人が現れたはずだという意見。これ言われてますね。だから、習近平というのは、非常にこう、まあ、独裁的に、かつ自分に権力を集めることをどんどんやっていて、そのやっていることも、多分彼は経済分かっていなくて、 で、経済政策も相当に混乱してるんだという見方が一方にあります。で、もう片方にですね、いやいやそうじゃなくて、習近平って人はやれることをやってる。今現在取れる、共産党政権が取れる現実的な政策は、あれぐらいしかないんだというふうな見方をする人もいます。このあたり大きく割れているとも私は思っています。<laughs> どっちが正解かって分かりにくいんですが、じゃあ両面あるだろうと思ってますけどね、あの、習近平がいなくても、習近平のような人がいる、あるいは習近平のような、えー、 思った存在に生まれてきてほしいと思って、あれだけの力をあのトップに集めた部分があるけれども、あそこまでなるとは思わなかったっていう、利国教なんかはそう思っているかもしれないですね、成り立ちいましたが、そういう面があります。えここは、まあ、日本の学者は割れてるところがあるだと思いますね、経済についても割れてて、中国経済を見るときにあの、日本の経済専門家もそうですが、海外もそうですけど、マクロ経済を見る方々は、結構悲観的なことをおっしゃるんですよ。 中国経済大変、それはそうですね、GDP もどんどん成長しているし、マクロの失業率も上がっているし、マクロの数値悪化している。だけども、ミクロ経済で見る方々は、それなりにいいことをおっしゃる。それは個別の、なんとか省のなんとかという企業はこうだって話をおっしゃるものですから、そのあたりは非常に難しいことになっているわけですね。結構論争であるわけです。で、次のところにある、その括弧2番のところはですね、えー、じゃあ、統治はどういうものかというと、ここも大きく議論をしなきゃならないところなんですね。括弧2番の,あの強力な統治と脆弱さです。 習近平政権というのはやはり二面持っている。これも大きく割れているわけで、割れこれは論争はあないんですかね。大体皆さんはそうおっしゃいますが。習近平政権は非常に強い政権です。これほど強い政権はなかったろうと言われています。どういう意味かというと、中央のトップセブンにしても、あるいはその人の、まあ2、二層三層に表彰となっていますが、あの、これほど自分の派閥と言われる人間を集めた人はいなかった。 で、毛沢東とよく名ぞ,名ぞられますけども、毛沢東政権というのは、毛沢東に権力がそこまで集中したわけじゃないと思うんですね。えー、類昇期、鄧小平たちがいて、社会主義を作り、作りたいという毛沢東に対して、まあ国家建設を優先するような、そういう勢力がいたわけですから、だから毛さんは中央から離れて地方に行ってみたり、あるいは社会の中のに公衛兵を求めたり、そういうことをやったわけです。習さんは中央では盤石だろうと思われます。そうした意味で、中央におけるかなり強いところがある。しかしながら、 習近平政権一貫して言っているように、中央の政策がなかなか地方に入っていかない。国家の政策が社会に入っていかない。これは盛んに全人代等で言われているわけです。共産党員たちがサボタージュしてなかなか話が聞かない。これは中央地方国家社会関係においてまだまだ上の命令が下に入らない。中央の命令が地方に入らないということを表しています。そうした意味で今現在習近平政権はどんどん固くなっている。 固くなっているわけですね。中央はどんどん固まって、中央では確固たるものがあるけれども、社会なかなか入っていかない。社会の実情に合わせたような、こう、柔軟なものになっていかずどんどん固まってしまっている。胡錦ン,ンの時には、中央の力は弱かった。だけれども、それぞれ実情に合うような政治やってきた。アメリカの研究者の多くも、そういった個々の実情に合わせた緩やかな統治といいますか、まあ、共産党ってもちろん一党独裁なんで固いんですけど、固い中にはある柔らかさ。 それがこの強靭さと言われたわけですね。まあ、強靭の陣の字は、固いながらもしなやかさがあることを陣と言いますけれども、これをもってレジリエンスというようなことを言っていて、中国共産党政権はレジリエンスがあるから、意外な長持ちするんだというふうに、今から 10, 10年ちょっとぐらい前までのアメリカの研究者、盛んにそれを言ったわけですね。でところが今から10年ぐらい前、まあ、スーザン・シャークもそうですしアメリカ、アメリカの研究者があれって言い出した。それは何かというと、今申し上げたように、 こう中央の力を強くするがあまり柔軟性が失われていった。どんどん習近平に権力が集まっていった。それは非常にしっかりとした体制に見えますけれども、地方はどんどん置いていかれる。ましてや、習近平政権のリーダー、リーダーの周りにいると周りに人間は、習近平が地方でトップを務めた、福建と浙江と上海等々の、そういうところの子飼いというか、関係者ばっかりなわけです。習近平と関係が弱い地域の人間は上に上がれないわけです。そうなると、やる気出ないわけですね。 ですので、サボタージュがどんどん流行るということになります。そして、習近平に権力が集まれば集まるほど大変なことになる。最近、中国のメディアでは、習近平はこれほど夜遅くまで頑張って働いてますよと。こんなに一生懸命組むためにやってますよ。とやってます。これは自業自得で、自分に権力を集めていけば、自分で決済ゼロゼロを得ませんから、忙しくなるに決まってるわけです。そして、未決案件がどんどん増える。日本の役員室や社長室にあるような未決っていうところにどんどん物が溜まってるに決まってるわけです。で、処理ができない。 だから物が止まる。で、物が止まると、みんなわけわ、返事が来ない。上に上げても返事が来ないから、ほっとく。ということになるわけですね。これ、非常に困るわけです。中国の歴代の王朝の皇帝を見ても、最も英明な君主と言われた新王朝の養成帝は朝4時半に起きて、ずっと午前中、ずっと決裁をして、彼らは午後になると、監視を読んだりしますから、午後はそれい文化活動をするんです、習近平さん、たぶんそれ以上に朝からずっと働いてるわけですね。 えー、ご健康は大丈夫なんでしょうかとなってしまうそれぐらい権力が集中している状態にあるのでかなり苦しいわけですただそのような状況の中で人々がなぜサボータージュするかというと、えー、反発をすると捕まるからですね簡単に言えばこれは胡錦濤の時代にはなく習近平時代にあるデジタルなテクノロジーこれによって言論統制をし人々の言論の掌握ができるようになったという大きな要素があるわけですですので これまでみたいに社会を把握するというよりも個人個人を把握できるようになったというところによって人々は大きな声を上げられないわけです。ですから黙るわけですね。黙る。そして静かに抵抗をするという方向に向かうわけです。そして逃げられるものなら逃げていきたい。となるわけですね。お金があって海外に捨てがあれば脱出したい。というふうになるわけです。一時香港にあった状況です。それがとりわけコロナ禍においてまあ例の えー、白い防護服、あの、白い、あの、防護服を着た方々が家の中に入って大変なことをした上海エリア、何かを中心にして、海外に人が留意するということが今現在起きているわけであります。あとで言いますが、その一部が今日本にやってきていて、新しい変化を起こすかもしれない状況にあるということかと思います。そういう状況で、共産党は、もっともっと社会をしっかり把握すべきだという話になって、えー、個々人を把握する。また社会の末端まで把握する。尺を把握し、 農村の中を把握するという個人レベルまで入っていこうとしています。中国のアーティストを利用した歌手ですね。あるいは若い人の人気がある歌手を把握し、彼らを通じて SNS を通じて、まさにフェンスという個人についている、まあ、まあ、コアなファンですね。そこに向けてアーティストが SNS で尖閣の問題や、そういった領土問題、あるいは共産党に関わる問題を発信し、引き付けていく。昔みたいに1000万人に向けてテレビで何かじゃなくて、 そういう大衆型じゃなくて、細かいタイプの宣伝をやりながら人々を引きつけるということをやる。これが、シュエシーター号という学習大国という例のアプリなんかも、個々人の様子を見るという、そういうものであったわけです。まあ、思想統制、歴史の話はご関心があればと話します。じゃあ、対外的にはどうかというのを見ます。えー、対外的な面を見ていくと、この図はけ、まあ、ある種、まあ、典型的なものです。中国にやっている1対1のにしても何にしても、 何が大きなポイントかというと、やはり、一対一路を経済的なえ行動として見て、えー、AIB AI はあまりやってませんけれども、まあ、その輸出入銀行も銀行なんだから、貸し付けたら帰ってこなければ困るだろうという、そ,のそういう観点で見ると、一対一のは失敗の案件がたくさんあるわけですよね。ところがそうじゃない観点、抗議の安全保障、あるいは地政学的な観点から言うと、少し違うことが見えてくるかもしれません。 中国の方からすると先ほど申し上げたように、アメリカとの長期的な競争というのがあるわけです。で中国の最もあの安全保障上の大きな問題点というのは、東側に人口が集中し、豊かな人口が集中し、東側にテクノロジーの主要な部分が集中しているわけですね。その東側にそうしたものが集中しているのに、主要的が左、東側にいるという点です。つまり、上海なり、福建なり、関東なり、石膏なり、そういった沿岸部に豊かな人がいて、 そこにバイトゥーンもアリバもテンセントもみんないるわけですね。で、ところがその目の前の海,海である東シナ海、南シナ海が最も危険なわけですね。台湾目の前にあって日米同盟がそこにあるわけです。これが一番問題なわけですね。万が一、将来東シナ海、南シナ海、あるいは台湾周辺で何かあった場合、まあ、中国からすれば自分が台湾に侵攻するのは台湾有事ではなくて、中国で見た台湾有事というのは、アメリカや日本が台湾の民進党政権を募のかして、 民進党政権がより独立的なことをやって、中国がやむを得ず巻き込まれることが対話有事ですので、彼ら,か,彼らからすればですよ。彼らからすればそうですので、そうやって中国が巻き込まれた場合に、東側が使えなくなるわけです。その時に、シーレーンを保てない。エネルギーがの、まあ、資源が入ってこない。そうした場合にどうするかというのが大きな課題になるわけです。ですので、米軍基地があまりない西側、西側へと展開し、えー、もし万が一なかった場合に、東側の海が使えない。 そして西側の国が経済制裁を加えた場合でも物資が供給されるような形に持っていきたい。だからこそユーラシアのコネクティビティを高める。東南アジアとの鉄道、高速道路等々を,をつなげていく。中央アジアもそうです。そして重要なことはエネルギーの面ではパイプラインをつなげていく。今赤い丸で囲みましたけれども、えー、ミャンマーのところのパイプライン、これもできてますね。中央アジアのパイプライン、これもできてます。 石油、天然ガスを運び本当はパキ、パキのところが欲しいんじゃ、パキとか、もうちょっとラインが欲しいんでしょうが、なかなかうまくいかないところがあります。いずれにしても、ミ、えー、ャンマーと中央アジアを作っていくこれであれば、えー、エネルギーが入ってくる、そしてまた、えー、何か生成されても、中央アジア、そして東南アジアとつながっているという体制を作りました。これはほぼ出来上がりつつあると思っていいだろうと思います。 今回西側の国々がロシアに制裁してもなかなか効かないとを見ていれば、中国の構築準備のことはあまり冗談ではないと思います。次のページです。海の方についてもシールをしっかりどう作るかという問題があります。今申し上げたように陸のパイプラインはまあそのトルクメニスタンでアニムの天然ガスもそうですし、カスピ海沿岸の原油もそうです。それもしたものも陸で入りますけれども、海のルートも大事になります。中国は中東、アフリカ等端から原油輸入しています。 東側,東側の東シナ海、南シナ海へ通れない場合にはミャンマーからのパイプラインが重要になりますしまずは仕入れを確保するだからこそインド洋沿岸の港湾をしっかり押さえていくことが大事になるハンバントタンもそうですねパキのグアダルもそうです、えー、失敗しましたがタンザニアのパ,パカモヨもそうでしたそういった港をしっかりと押さえていくたとえばそれが頻繁に使われてなくても そこを抑えて、例えばアメリカと争っても、アメリカが関与できないように経営権を握っておくということが大変大きな課題になるわけです。そしてそういう仕入れを守るために、ジブチに海軍基地を持って、それを守るための軍隊を置いておく。で、軍隊を置くときに、中国は平和友好語原則があって、内政干渉できませんので、あくまでも国連のやってることとして、PKO その他としてやることによって正当化するということをやってきているということになります。えー、彼らには彼らなりの論理があると。 ということになりますそうした意味では、中国は一対一路というのをやりながら、そうした安全保障上の目標を、まあ、彼らの元々の目標からすれば100%ではないと思いますけれども、それなりに達成してきて、こうした意味で、彼らとしては、この青い丸で囲んだ東側の有事に際しても、なんとか戦えるような、そういう体制を作,って作りつつある、まあそうして、こうしたことを考えても、中国はロシアと喧嘩しないでおいた方が良いと。 いいいふふうううなことともお分かりかりううに思いますしかし、このようにして中国自身は、新型国際関係であるとか、長期的なアメリカとの競争で衝突しないで考えてみたりとか、いろんなことをやるわけですね。しかしながら、実際には、非常に厳しい局面というのが、このコロナ前後で起きているというわけでございます。それは一つには、今や NATO も含めて、そうした国、先進国は、その世界をですね、 中国あ、先進国対非先進国と見ないわけですね。もう先進国対中ロ。中ロプラスイラン、北朝鮮。この4つですね。この4つをいわば、まあ、ターゲットとするような見方が広がっているわけですし、欧米においあの、ヨーロッパにおいても中ロを一枚屋で見るのはほぼ,ほぼ当たり前になりつつあるわけであります。で、中国の支援があるからこそ、ロシアの戦争、ウクライナ戦争が継続できているんだ。 とい今回のマクロン、フランス訪中のフランス訪中あのときに,にマクロンの発言もそうですね、中国に対して武器の,の元になるような軍事物資を輸出するなというふうに習近平に言ったわけです。であの武器と言わないで軍事物資というところがなかなかで、その武器そのものは輸出していないというふうに中国がずっと言ってるもんですから、何かあのロシアに運んでいけば武器になるようなものを輸出するなというふうに言っていくわけで、いずれにしてもそうした中国がロシアをサポートしているから、それはあの オイルを買ってるからという意味だけじゃなくて、資源を買ってるからという意味だけじゃなくて、武器の元になるものを出してるんだという、そういう見解が今や NATO 関係国を含めて広がっているわけであります。で、今回、マクロンの発言によれば、習近平は軍事物資の輸出はしないという,うに約束したという,うに言われてますけども、私はマクロが実際そういう、あマクロンに対してそういうふうに言ったにしても、私はあの信じてはいけないと思います。なぜかというと、 たとえ習近平が軍事物資というは出しないと言ったかもしれないけど、その軍事物資なるものはどういうものかという定義ですね。こういったところを彼らはずらしてくるわけです。中国との関係を考えるときに、私たちが使っている日頃の言葉、特に英語に訳される言葉なんかを使って、彼らも同じ言葉を使った場合に、これなら大丈夫だと思うのは、大変やってはいけないことで、彼らなりの言葉の定義があります。デモクラシーもヒューマナイツも全部そうですね。 そういった彼らなりの言葉の定義があり、かつそれを随時変えてきます。そのことを考えないと、えー、ちょっと言葉が我々と揃って、何かこちらは安心することがいったとしても、彼らはやがて、あ、これは軍事物資ではありません、だからいいと思った、というふうに平然と言うだろうと、私は思います。このこと、このこと自体は、彼らは別に悪い言いはないのかもしれませんけども、こちらからすると、過度に受けたそういうあの、ポジティブに受け止める必要はないと思います。 それから中国がよくシャオチュエンツーという小さなサークルと呼んでいるようなサークルもいわゆるオーカスやクワッドやファイブアイズもそうだし日米韓を含めた創始ネットワークはどんどん出来上がってきているわけですこれは中国からすると自分のことを法律で求めているですから中国は思った以上にどんどん厳しい状況に追い込まれているわけですまた加えて先進国からのこういう厳しい当たりのにならず、えー、最近は彼らが中国が頼みにしている新興国やそれから えー、途上国の方からもいろいろな刺激が来ているわけですね。えー、例えば、えー、2023年頭にモディがグローバルサウスサミットを開きましたが、中国は呼ばれていません。でまるで中国はグローバルサウスではないといったような感じの状況になりました。で中国はもともとグローバルサウスという言葉を好きではありませんあの。学術的にはグローバルサウスと全く違う意味なので、あのここで使っている意味は、あのあのそうした最近あの、国際定理で使われている意味で使ってますけど。あの そうじゃなくて、中国としてはグローバルサウスっていうのはアメリカ等が使っていて、えー、先進国対中ロ、イラン、北朝鮮という対立地域の中で、それ以外のことをグローバルサウスって言ってるから、中国からすると受け入れられないって言ってたんですね。ところが、モディアですね、他の国々が使い出したものですから、中国が慌てちゃって、昨年の7月から中国もグローバルサウスという言葉を使うようになりました。で中国はグローバルサウスというのを世界の新興国と途上国が足したものというふうに,役というふうにこう理解していて、 そして、えー、自らはグロー,ー、おずからグローバルサウスの一員だというふうに言っています。わざわざ王きが使って、それを外交部のスポークスマンが中国のメディアに質問させて定義を答えるという念の入りようでございました。ただ、先ほど申し上げたように、中国が先進国対非先進国だという構図の中で、自分が非先進国のリーダーであるとか、そういう構図はだんだんもう取れなくなりつつあるわけですね。あの、私はいつ中国が その2017年の19回党大会で言った、ああいうモデルというか、今後の目標を修正してくるんだろうかというところにもちょっと注目をしています。だんだん無理が来ているわけですね。次の無理がこれです。世界の中国観であります。これは、あの、中国からすると第誤、第五算五三というかですね、まあ、困っているんだろうと思います。これはアメリカのピューリサーチのデータになりますけれども、これを見れば明らかのように、右側の数字というのがですね、 えー、青い数字というのは2002年からの20年間で、この青の数字が中国への反感が最も少なかった年、緑が最も多かった年になります。で、皆様分かるように、2023とかにずっと緑が並んでるわけですね。で、これはほと多くの国において、今2023年、去年ですかが一番体中感情が悪いということを意味しています。つまり、コロナ、 コロナ明けけででさらにから今けどどんどん悪化してるわけですねこれはコロナとウクライナ戦争、その双方からの影響があるわけです。例えば、ポーランド、あたり見ると、一番上、一番上です一番上のポーランドは、2017年に中国へのネガティブは29%だけでした。ところが、今現在は67%がネガティブになります。非常に大きな変化なわけですね。で、まあ、 非常に多くの国々がこの一番右側のところに緑が並んでますのでどんどん悪化していることが分かるわけです。これは中国からすると大きな誤算だしなんとかしないといけない課題なんだろうというふうに思います。これは必ずしも先進国だけではなくて東南アジアここにはありませんけれども東南アジア等でもそうしたあの傾向が見られるというところがあります。えー、インドにおいてもここにあの一番下の段の上位にインドがありますけれども、えー、2015年には32%がネガティブでしたが 2023は67%がネガティブになっています。インドも対中関係は、対中感情を大いに悪化しています。これは当然で、中印国境の紛争があるからです。まあ、こういう中で、日本というのは極めて特殊な存在でありまして、一番悪かったのは2013年、93。93がネガティブ。それよりは今、好転しておりましてですね。えー、コロナ前後で、 感情がほぼ悪化しししてていない珍しいな珍国でありまして中国からするとコロナ、ウクライナで中国をより嫌いになっていない珍しい国の一つが日本、あの変わらない、それは理由は簡単で悪、悪すぎてこれ以上悪くならないというのが理由であります。えー、つまり80 2019年85で、あと85、86、88、87、87なので、ほとんど上に上がらないという状態であります上げ止まっていいるという感じです。 まあ、韓国などの変化は凄まじいわけで、韓国は2002年31でしたけれども、その後だいたい2015も37、ところが2017あたりから、いわゆるサードの案件ですよね。で、61、60になり、今やとうとう87、そこまで体中感情が悪化しているわけです。ですから中国としては非常にやりにくい状態。こういう国民感情の悪化というのは、その国の政権、民主主義であればあるほどその国の政権の対中政策に響きますので、これは中国にとって非常にやりにくい状態になってしまったということがあります。 ですから中国はこういうふうに自分たちをやりたいという理念を発表しているし、1対1でやりながら経済で結びつくことをやっているんですけれども、それはそんな簡単にはいかない状況に今現在追い込まれてしまっているわけです。じゃあ、どうするのかというところで、中国は盛んに政策の調整を進めています。習近平が言ったことは否定できませんので、今のところは、私はやがて修正あると思いますが、今のところできないので、19回同大会の話を横に置いて、 中近,平あの中近平政権は数々のことを言っています。例えば、最近、改めて古近東時代から進めていた、この周辺外交というのを最近さらにまた復活し、させてですね、周辺外交を強化する方向に行っていて、開かれた地域事業を我々やるんだ、といったことを言ってですね、各マルニマンの方の、えー、こう冷戦思考に基づく先進国の政策に対して反,対反発するということを言ったりしています。ただし、そこにおいて彼らは、 アセアン中心性、日中間協力、中国中央アジアサミット、乱走行メコンメカニズム、SCO というのを挙げて、この中に日中間を含めてくるんですね。つまり、先進国批判をしながら、日本、韓国を含めるような枠組みも重視、推進すると言ってくる。これが例の、工作対象ってやつですね。つまり、批判しながら取り組みに入る。つまり、アメリカとの関係性を立つ。 ということがあるので、日韓対してアプローチを取るということを意味しているわけです。つまり周辺外交の対象に日本が入っていて、工作対象。なんとか日本をこっちに巻き,巻き込んでいくというところに入っていることがここからもわかるわけです。そして中央アジアの安全協力。これも盛んに最近強調しています。でこの中で面白いのは、括弧4番にありますように、グローバルなデジタル安全インシアチブ。 つまりデジタルの空間における安全、セキュリティですね。そこを担保すると言ったようにして、えー、安全メカニズムを入れていく。つまり中国というのは中央アジアという空間において従来は経済中心だった。ロシアが軍事だった。中国は経済。だからもちろんロシアの言葉はさっきから言っているように刺激しないようにするんだけれども、少しずつ軍事を入れていきながらやっていく。 ここは中央アジアというのは、まあ日本の方と違う西側ですので、だいぶ地盤を築きつつあるから、もちろんカザグスタン等と非常に強い国があるので、何もできる、全てできるわけじゃないし、また、クルグスタン、タジキスタンとは細部の問題がありますから、何でもできるわけじゃないですけれども、だんだんとゆっくりと、えー、非伝統的な安全保障領域を中心にして、国境防衛とか、あるいはデジタルあの安全とかを中心にして、えー、中央アジアにも入り込んでいく。その領域はロシアがあまり強くないからですね。そういうことをやっていく。 でもハードな軍事基地なんかはロシアはたくさん持っていますのでそこにはあの、まあ、首を突っ込まないようにすると、まあ。もちろんカザフスタンあの、アフガニスタンの和反街道ですねあそこに人民解放軍の一部が入っているとかいろんな話がありますタジキスタンとの国境地帯にもいるとかっていろんな話がありますけれども、まあ、そういうそのある種のこう日な空間というかあそこにロシア軍がいないところに入り込むのはあるかもしれませんがロシアの基地がある周辺にということはやらない。 というのが今のところの方針ですが、ゆっくりと非伝統的安全保障領域から入り込んでいる。この言葉、この中国と中央アジアサミットにおける、その習近平の発言の、この全球安全将棋、えー、グローバルセキュリティインシティブですね、いうところにも入っている。チェンチュウアンチュアンチャン,ンイ、こういった言葉にも安全が入ってくることがわかります。ただ、中国の,あ,のある地域への関与というのは、なかなか複雑なものがあります。中国が東南アジア、 中央アジア等々の地域に関与する。これは最近ですね、中国にはやはり、えー、中国はとても二国間関係を重視する国ではあるんですけれども、やはり地域別の政策があるんだろうと最近などは思わされます、えー。日本という国は中国よりもはるかに地域を重視している国で、日本はすぐ ASEAN、ASEAN って言いますね。で中国に比べればあ、日本に比べれば中国は二国間関係を重視しているんですが、それでも昔に比べると、だんだんと地域、中央アジア政策とか、えーまあ、東南アジア政策、そうしたものが出てきているよな感じが、えー、しております。 それはどういうことかというとその地域を全体として見てだんだんとレベルこう、関係性のレベルを上げたりでその地域の中ではこの国を重視するというのをそのメリハリを聞かせるそういうことがあります中国という国は、えー、全体と関係を持つなどと言いながら実は階層性をつけるのが大好きな国であります必ず上下をつけるクラスをつけるというのがあります中央アジアにおいては圧倒的にカザフスタンが上です 中国がどの地域においてどこを重視するかというのがあるわけですね。でもちろん南アジアのようにその、その地域の大国が中国と緊張する場合には、その大国と,と緊張関係にある国に入ってきます。南アジアであれば、インドが難しくなってくると、中国はスリランカやネパールに接近する。そして彼らがインドを恐れる、インドの圧力をどうやっていなすかということに不信しているネパールやスリランカに接近をして、そのインドに対する、こう、なんて言いますね、反作用というか、 反発の力というか、そこに中国が入り込んでいって、うまくそれを利用するというのをやるわけですね。逆にそうじゃない場合には、その地域の大国を重視するというふうにやります。地域大国、資源国、そして、えー、あとは安保上、地政学上重要な国、このあたりを重視するのが中国の基本です。アフリカなんかを見ても、資源国、ナイジェリア、そして地域大国、まあ、ナイジェリアは地域大国ではありますが、あとはエチオピア、 そして、な、ー、そういった国に入る。あとは、資源国、どうであればザンビア、とこに入ってるわす。このたりで見ていくと分かりやすいと思います。あとは、軍事面で大事なところ、ジプチ、そういうところに入ると。ジプチを抑えれば、航海に留置をされる。そういうふうに入っていくわけですね。でこの、そうしたことを一つ分析する一個の方法は、この表にかけたものです。これは皆様が、えー、中国外交部の公開情報を見れれば、すぐ誰でもすぐできる表であります。でこれは要するにですね、 え横軸にカザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、クルグスタン、タジキスタンと並べて、そしてそれぞれと一体どういう関係を作っていくかというものです。その関係性というのは、まあ、彼らがよく使う言葉で表現されているわけであります。それは戦略的パートナーシップとか、えー、全面戦略パートナーシップとかですね、そういうその中国の,の関係性を示す言葉があるんですね、いろいろ、なんちゃらなんちゃらパートナーシップ。 それは彼らにとってはランキングなんです。ランクなんですね。で、その、そのランク、そのランクに個々の国がいつ到達したかという一覧なわけです。そうすると、その中国がそれらの,その個々の国々をどういうふうに重視しているかというのがすぐわかるわけです。例えばですね、えー、この表の上から3番目に、ストラテジックパートナーシップ、いわゆる戦略的パートナーシップ関係というのがあります。ここは、あの、黄色いマーカーをずっと貼ってありますけども、 実は、ウズベキスタンは2012、トルクメが2013、クルグスが2013、そしてタジクが2013というように、カザフ以外の国は全部並んでいるわけですで。で、この年、実はその、それに対して、カザフはですね、違っていて、戦略的なパートナーシップは2005年なんですね。他の国々が2012、13に作った関係を、カザフとは2005年に作っているということになるわけです。そうした意味で、カザフはいつも先に進んでいる。と。 その下にですね、一番下のところ、紫色のマークがありますけども、うん、ディベロピングな・コンプリヘンスブ・ストラジック・パートナーシップ。これは全面的な戦略的なパートナーシップを発展させていくという意味になりますけど、この関係も、えー、ウズベキスタンが2016、キルギスと、キルギスが2018、でタジクが2017であるに対して、カザフは2011なんですね。はるかに早い。全部カザフを一が一歩先に進んでいるのがわかります。ただ、この間に、えー トルクメが遅れまして、トルクメが2023に遅れています。つまりウズベクやが2016、キリギスタジックが2017、8の時にトルクメだけが2023に遅れるんですよ。これはこの間中国とトルクメ関係が冷えたということを示しているわけです。非常にクリア最近あのトルクメとの天然ガスとの契約できて関係が好転してますのでこうなってますけど、このようにして中国というのは各国国々は全部こう海草化していて。 その,その段階、1回、2回、3回、4回にいつどの国が到達したかを見ていくとその地域の中でどの国を重視しているかが分かるということになりますもちろんこれだけでは全部分かりませんけどおよそそういうふうに理解できるというふうになりますであの当然、日本という国は最低ランクでございまして名誉の何とかでますか一応パートナーシップではあるので、えー、最低の1回は上がっていますけど最低ランク、えー、世界全体を見た場合の最高ランクはどこの国かと言いますとロ,ロシアとパキスタンですと大変分かりやすいわけですね。 中国からするとお友達というのはロシアとパキスタンということになっていくわけで、まあ、中国はもう独立自身の外交方針があってあの同盟国は作らないって言ってますけどもこのランキングを作って最高位にあるのはパキとロシアということになっていますこれは2ページ目に上なっていて今は大体どの段階に来ているかというと運命共同体を作りますよというそういうパートナーシップになっていて中央アジアはほぼ全部になっていますでこの運命共同体の方でトルクメニスタンを追いつきまして プルグミは2023に共体の部分では他の国と追いついています。でカザフについては、あの実はあの運命共体の部分はちょっと遅れを取りましてですね、だけども今度はもうちょっとさらに上のレベル、相互に信頼を厚くするって言葉が入ったもう一個上の部分に一個飛び級しまして、2022年にそこまで飛んでいるということもわかるわけです。いずれにしても、こういう表をいろんな地域で作ってみると、中国がこの地域へどこを重視しているかということがわかるということになります。 次の地域に移ります中東ですじゃあ中国は中東に対してどういう外交をしているのかという話になりますがやはりこの地域においてはやはり資源と安全保障等々の問題が大事になります。簡単に言うとアメリカとどういうふうに対抗していくのかというベクトル資源をどう安定的に獲得するのかロシアとどうぶつかり合わないか4つ目に中東に十分中国は地盤ないんでこの内部の争いにいかに巻き込まれないかですね。 その次に、1対1路というのをいかに達成させていくか。1対1路って、あの、経済プロジェクトやるって意味じゃなくて、さっき申し上げた、軍事安全保障的意味ですよ。いかにしてシーレーンを確保するかという、そっちの方です。その意味で、中国は当然、ペルシャ湾とベニの方の航海、この方両方のルートの抑えにかかりました。で、ペルシャ湾の内部に入り込んでいって、原油の供給量を抑えていくのと同時に、ベニの航海の方に入り込んでいって、 スエズ運河を抜けて、ギリシャのピレウスに抜ける方向を考えました。中国はギリシャのピレウス、ピレウスを抑えてますので、そこへのルートを作らんとしたわけです。で、その結果彼らは、ジブチに軍事基地を作り、そしてまた、紅海の沿岸にさまおける、紅海のベニーの方ですね、クレナイの方ですが、紅海の方の沿岸部に多数のプロジェクトをやって、そしてペルシャ湾岸に入り込んで、ペルシャ湾岸における港湾開発をどんどん進みました。もちろんオマーン、イエメンといった国も入ってきます。 中国という国は、西側の国が入れないなった国。人権問題等があって、西側の国が入れ,な入れない、入らない。そういった国に対してどんどん入っていきます。いわば日地があればそこに入っていくんですから、中東にはそういう国が多いので、そこにどんどん入り込んでいくわけです。逆にヨルダンのような国は、ずっと西側の国がいますので、中国は結構おとなしい国がいるわけです。ヨルダンの中の場合には。西側の国が引いていくと、そこにどんと入っていくという感じのところがあるわけです。 そしてまた中国はスエズの関係もあって、これ2、3日前にヨルダンに聞いてきたんですけど、やはりエジプト重視の傾向が最近非常に強まっているようですね。で、例のハマスをめぐる問題についても、大きい、大きい以外の特使がエジプトにも派遣されて、エジプト側と十分に話し合って、エジプトを軸にしながら中東問題を考えるというところも最近見せています。また、ハマスをめぐる問題では、10月の頭の段階で中国は えー、イスラエルもパレスチナもともに友人だとはじめは大きな言ったんですがその後に10月15日2023年10月15日あったねすぐにイスラエルの反撃はやりすぎであるという,うにはるかに日本のからは,はるかに早く言い出していますまた加えて日本はハマスの攻撃をテロと言っていますが中国は当然決してテロとは言いませんハマスの攻撃をテロと言ったのはやっぱり先進国ですので日本は G7 の議長国としてその言葉を合わせたわけですが。 中国はそうした言葉を合わさずに、は、え、じ、ー、め両方に、イスラエルもパレスチナ両方に配慮する格好だったものを、すぐにあのパレスチナ重視の方向へと舵を切っていきます。そしてア、アラブの国々と会議をどんどん重ねて、自分たちがまるでアラブの国々に寄り添うかのような、そしてそのと現地の新興国や途上国の方に寄り添っているようなスタイルを見せます。まさに冒頭に申し上げた、えー、先進国の側ではない、先進国とは違うということを見せつけるような、そういう外交をしつつ、 地域の大国であるエジプトに寄り添うという、そういうことをやり、かつパレスチナに対しては、主にアンルワという国連機関を通じたような援助なんかをやりながら、自分たちは人道にも配慮していき、地域の多数の国にもと寄り添い、そして地域大国ともいい関係を作って、先進国とも違うんだ、かつロシアは刺激しない、総理、シリアに足踏み入せませんから、そういうようなことをやっていくという、そういうようなわけですね。今、いくつか私、条件言いましたけど、そういう要素を考えながら、中国は外交してるんだろうと思われます。 しかしながら中国も、うん、停滞失敗というか、あの、ピシャってやられることも当然ながらあって、これは噂かもしれませんけれども、中国がペルシャ湾地域において軍事基地を作るんじゃないかという噂が2023年流れました。このまま現地では本当だという人もいましたけれども、いずれにしてもそのプランというのはアメリカ等によって抑えられたというようなことが言われているわけです。もちろんジブチにはありますけれども、こんなことも言われています。ヨーロッパはどうでしょうか 私、ヨーロッパの専門ではありません、よく分かりませんけれども、今回でも習近平が行った場所ですね、パリに行って、ブダペストに行って、ハンガリーに行って、で、セリビアのベルグラードに行ったわけです。これ、一体どういうことなのか、なぜここを選ぶのか、ということ、大変重要なわけですね。まず、パリですけれども、まあ、もちろん、ショルツがその行く前に来てる、ドイツは来てるという話はありますが、 やはり、ヨーロッパの中において、そのアメリカとの対抗を中国が重視するというカウントを考えると、最もアメリカと違って独自外交をやりそうな国はフランスなわけですね。ですから、まずはフランスと話をして、フランス重視をしてですね、独自外交、独自性を促していく。そして、フランスに対して中国とは話ができるという、そういうような状況をマクロンに与えていくというのがあるわけです。ここまで、これまで中国がさまざまなことをやると、フランスがまず反応するという部分がありましたので、フランスにまず配慮をする。 次に考えるのが EU の中の問題です。EU は当然今現在中国に厳しいわけですが、NATO よりは厳しくない。ですから EU とも多少話をする。そしてまた EU の中において最も中国寄りであるのは当然ながらハンガイリーです。ですからハンガイリーと話をする。オルバンと話をする。だけどももちろんハンガイリーだって100%中国にべったりではありません。そこは当然です。しかしながらハンガイリーというのは中国から見れば EU の中で最も中国寄りの国です。ですからそことの関係性をしっかり作る。 次に大事なことは、ヨーロッパにおいて EU でも NATO でもない国なんですね。EU でも NATO でもない国に中国は盛んに資金を入れています。最も典型的な国がモンテネグロになります。この赤い丸のところですね。で今回はモンテネグロに行かなくてセルビアに行った。それはその,その旧ユーガスラビアのそうした国々の中にはですね、やはりビョオグラード1999年の事件の25周年がありましたので。 ある大使館誤爆事件ですねそこに行くわけですそれは今申し上げたように EU でも NATO でもないという要素の部分とそれからビョグラードという要素それにおいて反米ということですねアメリカとの対抗ということこれはもちろんコンペティションという言葉を使いながら表面ではそういう言葉を使いますけれどもそうしたことに行くこれはもちろんセルビアの人々にとうこともありますしあ,のありますけれどもやはりこのビョグラードにて大きな理由というのは国民向け中国内部ですね 向けて、盛んに CCDB で宣伝をして、1999年を思い出すんだという記憶を喚起し、米中というのがいかに競争関係にあるのかということを国民に植え付けるという要素があるというわけです。です今回のパリ、ブタペスト、ベオグラードすべてに理由があって説明がつくといろんな方がよほど考えているんだろうと思いますけども、アメリカとの長期的な競争というのを考えて、 また先ほど申し上げたように西側がどんどん結束する中でそれを何とか崩せないかとそしてまた EU の中の中国寄りの部分最も弱い輪っかの一部分を狙うとよく中国人に言いますけどもそことしてのハンガーリーを狙っていったということがあるわけです今から78年前にはヨーロッパの中の中,東の,ヨーロッパの,中の東側の東側東欧の国々というのは中央東欧の国は随分中国と関係が良かったですね中国プラス17という枠組みがありましたがあの後ポーランドもチェコもスロバキアも 中国との関係をどんどん薄くしていきました最近ではバルト三国に至っては台湾と深い関係を作っていますまあそうしたこともありますので中国としてはまずはハンガリーとしっかり関係を作るというふうに行くんでしょうそろうそろ時間も終わりですが日中関係です、えー、日中関係はもう多く語る必要ないと思いますけれども、えー、やはりもう軍事安全保障面での緊張とこれは当然ながりあるわけですけれども中国側というのは先ほどから申し上げているように関係世界との関係悪化していますので 日本に対してもある程度、まあ、微笑みと言いますか、ある程度、関係性を緩和してくる、そういうような方針を取ってきています。先ほど申し上げた周辺外交の中に日本が入っていますので、日中韓のサミットなんかもそこに含まれていますので、ある程度は日本との関係を改善するというのが出てきます。あの中国は経済が悪いから先進国に寄ってくるという話がありますが、私はそれはそうは思いません。中国の経済は内需中心になっていますし、まさにテクノロジーを充実する方向に向かっていますので、 昔のような先進国に投資してもらって輸出するという枠組みではもはやありませんので、えー、そうしたものじゃない、もし寄ってくるにしてもそれは、えー、テクノロジーでもってまだ中国が弱い部分があるからという部分とあるいはある意味特定の地域ですね中国の満州東北部なんかはもう本当に経済が悪くて中国東北部などは本当に外国から投資が欲しいという部分がありますからそういう部分的に投資が欲しいと言ってくることはあると思いますけれども昔のような理由でもって、えー、投資が欲しいと言ってくることはないだろうと思います。 ただ今年は日本に遼寧省と江蘇省と福建省ですかの初期が来るんですよね。来たんですか、えー、地方のトップが随分来ることになっているのでおそ、えー、らく遼寧は日本に投資してくれといい福建・石膏は自分たちが投資したいという可能性も大きいですよね。だいぶ状況違いますのでこうしたことがあります。ただ、それからか近いうちに中国の要人が 日本にも来るようでありましてそうした意味ではだいぶあの対話を進めるというポーズというかそれを取るでしょうしかしそれは大きな中国側の長期的な方針つまり、えー、東シナ海南シナ海台湾周辺あるいは戦国の周りといった政策そうしたものを変えるものでは全くないと思っていいと思います基本まああくまでも調整ごとまあ戦略戦術でいえば戦術なんだろうというふうに思いますアメリカとの関係性を少し緩めるとかいうのがあります あと日本に関してはこれは我々はあまり意識していませんが中国は台湾との関係において日本のことを非常に重視というか警戒していますこのことは我々はちょっとあまり意識していないですね先ほど少し申し上げたように台湾については日本が背後にいるという論調になっていますアメリカもですかこのことはあの私はちょっと注意をしなきゃいけなくてこちらの意識はそこまでないにしても中国側は日台関係にかなり強い警戒を持っているわけで。 だからといって、台湾と仲良くする必要はないと私は全然言いませんよ、もっと仲良くするべきだと思いますけども、中国側がそういう目線で見ているということがあり、台湾の音がネックになります。我々忘れているのは、2005年あたりの反日でもあれについても、小泉政権において小泉さんが靖国にいたからっていう理由はありますが、実は日米2プラス2で台湾の平和と安定に言及したからじゃないかということも言われるんですね。 つまり台湾をめぐる日本の外交というか日米の動きというのが中国を我々の予想以上に刺激することがあるということは念頭に置いていいと思いますで経済は先ほど言いましたで外交面もこれを言いましたただですね、国民感情これが日本は非常に悪いで、えー、日本の岸田政権は国民感情にものすごく気を使っている政権であります、えー、選挙があると思うと岸田さんはおそらく日中韓中国との接近はしない まあ、もちろん今度日中韓サミットがあるのでそこはやるでしょうけれどもその後自民党の総裁選あるいはその後前後に選挙があるならば、えー、おそらく日中韓サミットでまた止まるんだろうと思います、えー、彼はやはり中国と関係,を改善関係を良くすると、えー、党内の保守派もそうだし世論からの反発を食らいだろうということを大変強く警戒しているように見えます、はい、でただ、あのー、前々回の外交に関する世論内閣府の世論調査で 日中中国に対して日本の若者が非常にいいということが分かりましたし、ちょっと最近日本の中では対中感情は若者を中心に動いてきているところがありますので、これからちょっと分からない部分があると思います。また加えて先ほど少し言いましたけれども、非常に多くの中国人が日本には押し寄せています。これは悪い意味では全くありません、えー。観光客ではなくて、えー、移住ですね。してきているわけです。あの ちょっともう信じられない状況にこれからなっていくことが十分にある、悪い意味じゃありませんよ、思っていて、あの大変悪いというか、傑作なのは、中国の方々はマンションを買うときには、そこが一体どこの学校の学区であるかを、ことが気にするんですね、北京でも上海でもあの若い人がマンションを買うときには、自分が結婚してお子様が生まれた場合には、どこの学校に行けるかが大問題で、いい学校の学区のマンションが高いわけですよ、中古であっても。 その傾向が彼ら日本でマンションを買う行動にも表れていてですね、文京区のところとか、目黒区の某なんとかとか、結構、公立学校でも非常に有名な小学校の周りのマンションで値段が上がるということが今現在、日本で起きていてですね、あと、東大の周りのマンションで値段が上がるとかですね、不思議なことが今、結構起きています。あの、笑い事ではなくて、やはり中国人の小学生が増えていますし、東京都内の進学校に中国の学生さんたくさん今、増えてきているわけ。 時々出会いませんかあの、電車の中で、都内の有名私立幼稚園、小学校、中学校等の服装を着た方とか、えー、学生同士は途中国語で話していて、突然違う友達がいると日本語にパッと変わるとか、えー、ちっちゃい子供が眠ってて、幼稚園生に眠ってて、それを送っているお母さんが起きな、起きない子供を突然中国語で叱っていくとかですね、びっくりすることにと、都内超有名私立幼稚園ですよ。びっくりする光景と最近よく電車で出会います。あの すごいことが今、変化が起きているな、悪い意味じゃありません、起きているなと思っていて、えー、今、企業も東大も大学も、ものすごい勢いで中国系の方が増えています、あ中国系だけじゃありませんけどね、外国系の方が増えています。日本がやっぱり外国人に門戸を開いたというのは、結果、こうなるわ、当たり前です、なるわけで、外国人労働力の問題だけで議論されてますけど、私はそうじゃなくて、こういう教育の現場も含めて大きく変化をしてる最中なので、これが10年後、20年後どうなるかが分からないと思っています。 え時間ないんで台湾のことを多く申しませんが台湾に関しては、えーまあ、もう皆さんそれぞれあのこのシリーズでも松田先生も岡田先生も福田先生も発表されましたからあのおかりと思いますがいわゆる台湾有事と言われるものはですね、えー、中国は当然ながら最終的に台湾の統一を目指していますのでいつかはあるかもしれませんけれども、えー、現段階においては武力を上げてそしてそれを台湾に見せつけてそしてまたグレーゾーンのさまざまな浸透フェイクニュース、サイバー攻撃をやって また、経済的な制裁を加えまた離島に伸びている海底ケーブルを中国の船が偶然切ってしまうといったような平和と安全の間のさまざまなプレッシャーを与えながら台湾の人々というのが中国統一に向かうように、まあ、台湾の人々にこうプレッシャーを与え続けるというのをやっているわけですね。2016年に蔡英文政権が成立したところで中国は国民党と一緒になってやる国境合作を諦めました。 台湾社会の中に入り込んで台湾社会を中国の方になびかせていって統一をするという方向に今向かっています。しかしそれは極めて困難。先ほど申し上げたように中華人民共和国と統一してもいいと思っている人は12%にすぎませんのでほぼありえないんですね。だからいずれの段階で中国は自分がやっているこの政策に無理があると思う時は来るかもしれない。そうなると、えー、これは、えー、軍事的な圧力を増やすかもしれない。 ただ、今回の2014年1月のこの選挙結果は、中国を多少満足させるものだったでしょう。来世族が40.5%しか票を取れなかった。前回2020、2016は55%以上票がありました。15%下げたわけです。これは中国が意味嫌う、国う,う独立志向の民進党に対して、中国がそう思っている民進党の支持率が下がったと彼らには思えるし、議会において国民党が第一党になった。 これは喜ばしいと彼らは思ったかもしれない。もしかしたら自分たちの工作が成功したというふうに思ったかもしれません。まあ、そうであればあのいいのかもしれませんけども、実は台湾における今回の選挙の大きな問題は、えー、民衆党に、民衆党という第三政党の下分徹に26.5%が入り、そして立法院の方に8議席も取ったという意味であります。ことであります若者20代の 47%が民衆党に投票しました、カブンテス。若い人が急速に民進党から離れています。あるいは、二大政党制から離れている。あるいは、この二大政党から離れている。今回の選挙が突きつけた事実は、むしろこちらでした。もう少し言うと、国民党がの十五パーセ35%弱ですから、そうすると、えーま、た加えて、カブンテス民衆党は、92年コンセンサスというのを受け入れない。 安保の面では民進党寄りですので、中国に対して厳しいというか、えー、国民と寄り時ではない、90年後の時の受け入れないというグループが、民進党、民衆党で分裂をしても負けなかった、そういうふうな選挙であるというふうに思っていいんだろうと思います。ですので、まあ、この状況で少し中国は喜んだかもしれないけれども、まあ、やはり当面は台湾に圧力をかけるという状況は変わらないだろうというふうなことでしょう。 えですから、これからもどんどん増えていく、日本ではこの,この半年間、ちょっと台湾有事に関する議論が少し低調のようですが、台湾海峡周辺、台湾周辺における人民解放軍の活動はどんどん活発になっています、そこは要注意ですね。ただ、今回私、見ていて、まあ、中国の本当の専門家は分かっているんでしょうけれども、今申し上げたような民衆党の躍進とか、二大政党制の会議とか、特に若者の投票行動とか、そういったものが、えー、中国側がどれだけ分かっているのかが、どうかなと思っています。 最後になりますけれども、台湾について見るときには、やはりこのあたりのデータ、これはあの国立政治大学の選挙中心のホームページに出ていて、誰でも見ることができますので、こういったことを踏まえておく必要があるだろうと思っています。上の赤青い線と黒い線、これがいわば現状維持派、合わせて60%言います。6割の人が現状、まあ、何が現状維持かということは、それぞれの人に任されますけれども、現状維持派、緑がやや独立ですね。 下の方にある黒い緑がすぐ独立です。現状維持がの上の2本が60で、緑と黒い緑に足すとほぼ25。25が独立派になります。やや統一が茶色。これが今現在6.2。そして赤、すぐ統一が1.2。まあ1.2つまり中華人民共和国の統一ですね。1.2。すぐだから。1.2%です。いわゆる統一派を足しても7.4しかいません。統一派7.4。 独立派25。それ以外60。現状維持が60です。統一か独立かじゃないですね。統一か独立かの対立軸ではなくて、現状維持というのが基本的に強く。そこにやや独立を加えればそこで8割を超えます。現状維持の6割プラスやや独立の2割で8割。彼らにとって何をどうすることが現状維持なのか。中国と対話すべきなのか。 アメリカや日本と関係を強めて抑止力を上げるのかというところにおいて割れていくそして国民党に任せればいいかというと国民党というのは当然中国と統一なんて今言いませんけれども中国と対話を重視するという国民党が言っている対話路線を信じることができるのか話をすると取り込まれちゃうんじゃないかそういうふうに思う人もいるわけですねそうするとやはり、えー、総統というのはこれは民進党に任せておくしかないと思う。 でこれまで台湾においては1996年以降、同じ政党が3回、相当などがないわけですよ、でも今回初めて民進党が3期目に入ります、それはやはりここで国民党に任せることはできないなという人たちがやっぱり4割、株ムン入れると66%を超えたわけです、それは民進党も別に中国と統一するなんて言ってはいないんだけれども、しかし92年婚指示を受け入れて、一つの中国を言っている、あと彼らが習近平と話すと取り込まれちゃうんじゃないかと。 という,ようなことも含めて信用がない信用ないというかそ,のそ,こそこは信じられないところがあり、やはりここは国政については、えー、来政党にする。だけども、えー、3期目に入ると権力が偏る可能性がある、だから国会議員選挙の小選挙区比例代表の比例のところでは民進党に入れずに違う政党に入れておく、そういうバランス投票の結果、えー、総統は民進党、議会については、えー、国民党が第一となるということになったんだろうというふうに思わます。 きょうはあの雑白な話でございましたけれども、今回、中国の習近平政権の対外政策について、主に対外政策について、国内との政策の一体性、中国は一体どういうグランドデザインを持っているのか、そのグランドデザインがいて今現在、どういう危機があるのか、それに対して中国がどういうふうに対処しようとしていて、地域別にどういう政策を取っているのか、そしてそれが、今のところ結果は出てましたけど、どういう政策を取ろうとしているのか、その中に一体どういう特徴があるのか。 さらに日中関係についても現在どうでどう,どういうことが今後ありえるのかそして最後に台湾について少しお話をしました20分ほど待っておりますのでここでご質問があればと思いますういまどうもありがとうございました川島さんどうもありがとうございましたヨルダンからお戻りになられたばかりで時差ボケというお話もありましたけれどもいつも以上に鋭い中身の声をお話をいただきましたどうもありがとうございました それでは質問をお受けいたします。質問の受け付け方をもう一度ご案内いたします。会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名しますので、お近くのマイクを使ってお名前とご所属をおっしゃってから質問してください。オンラインで参加されている方で直接質問したい方は、ズームの画面の下の方にある手のマークのボタン、挙手を押してください。私が指名しますので、ミュートを解除し、ご質問ください。 テキストでの質問は Q&A にお名前とご所属を添えて送ってください。私が代読いたします。えー、それでは、あの、私から一問だけ質問させていただきます。あの、今日は、あの、対外政策の話を中心にお話しいただいたんですけれども、あえて、中国は変わるのかという大きな問題について質問したいと思います。あの、冒頭の方で、あの、学者の間でもですね、えー、議論のズレがあると、議論の、 対立ががああるというお話がありましたあの習近平がこういうあの独裁を強化している中で、えー、習近平政権習近平さんの個人的な資質が原因で今の状況があると習近平さんが変われば、まあ、変わるかもしれないという議論が,ある,あ,の議論がある一方で、えー、もう一つはあの習近平さんでなくてもこうなっていた,いたのではないか。 えーまあ、中国共産党の、えー、根っこのところで今の状況があるという2つの見方で分かれているというお話がありましたけれども川島さんご自身どちらの立場を取ってらっしゃるのかあのお聞かせいただけますでしょううか、はい、ありがとうございますあの今、まああの、学者内でいろいろ議論がある中で少し先ほど申し上げましたけれども私はやはり胡錦涛政権というのはですね 当時は9人トップはいましたけれども、その9人それぞれがまあ文章というか、まあ、力を分け合うわけですね。今現在中国というのは集団での指導体制です。あの、習近平トップではありますけれども、党の主席ではありません。党主席じゃないですよね。党の総,総書記ですよね総。総書記っていうのは、要するにそのトップの7人っていうのは同じ、同じランクだってことなんですね。その中においてそれぞれが役割を持ち合っている状態ってことに一応なってるんですよ。 で、胡錦涛の場合もそうで、胡錦涛は特にそうで、みんなそれぞれ文章し合って、役割分担をしてやっていったわけです。だから胡錦涛というのは、まあ、そのトップではあるけども、いわば調整役の部分があって、あまり強いリーダーシップを発揮しなかった。もうその分だけそれぞれのリーダーたちが、まあ、いろんな中国における様々な変化に対応して、柔軟な統治を行ってきた。それが先ほど申し上げた、硬い中に回るある柔軟さの、いわゆるレジリエンスと言われたって話ですね。ところが、その、それやってしまうとですね、まあ、大きな問題が2個起きたわけですよ。 えー、一つはですね、えー、中国の社会が多元化す、どんどんしていって、えー、ある種西側の影響も随分入り込んでしまった。価値観が多様化してしまう、えー。共産党のその一党独裁統治というものが揺らぐわけですね。共産党の価値観が揺らいでしまうわけで、それが正しいという価値観なんですね。二つ目の大きな問題は、胡錦党自身が大きな変化に対して、大きな決断ができない。はい。党の統治の揺らぎと決断力のなさ。 これが強く指摘されたというふうに思われます。その問題を克服するがために登場したのが習近平であるというところがあった。それならば習近平さんという人はまさに構造が生み出した人物であるというふうに言えるわけで、彼個人の真実じゃなくてもそういう部分があったということです。ところがですね、えー、その権力をどこまで強くするのかであるとか、えー、どの程度までどうするかという方法については、えー、それはその他のリーダーもそこまでは予測できなかった。これほどまでに彼が えー、多くの委員会を作り、えー、国務院の権限、権力をこれほど奪って党の方に持ってくるとは思わなかったじゃないでしょうかね、それから、えー、これだけ法というものを使いながら、えー、やられるものをきちんと、ある意味で理路整然と、<laughs> 隙間なく酸素もないような状態にまで、えー、ルール化していくとまでは思わなかったんじゃないでしょうか、そうした意味では構造的な部分では、あの私が見てますけれども、やはり当然ながら、 個人的人は質ういうのは十分に入っているとろうと,うと怒られますけどきっと彼の本棚はきちっと同じ高さの本で並べられてるんだろうなと <laughs>、えー、部屋もきちんと整理整頓されてるんだろうなという印象を、えー、受けます多分こうバラバラなものは形の大きさが違う形が違ったものがバラバラと置かれてるのは多分嫌なタイプの人だろうなというふうに思う時があるぐらい、えー、精度をきちっと整えていくタイプですねでもやればやるほど多分酸素がなくなっていってしまう。 わけです。だから彼は非常にこう腐敗して何か自分のところに権利原告を集めていくタイプというよりも何かこう取り付かれたように制度をきちんきちんと整備していく。そういう感じなんですよ。やればやるほどこう実態と相互を浸していく。あるいは A という部分をきちんとやればやるほど B という部分とぶつかってしまう。というそういう感じなんだと思うんですね。 ですから、そのあたりが、あの、彼の、彼の統治の中でみんな息,息苦しさを感じていくでも、息苦しさを感じる中で、彼は自分にやったことは間違ってないっていう信念がありますから、その間違ったものを取り締まらないといけない。つまり、今、党の危機だから、党全体をまとめて団結をしていかなきゃならない。これが正義だと思ってますので、えー、そうした、あの、自分の方向性にそぐわない人を取り締まっていくということに関しても、正義を感じていますので、やってしまう。えー、つまり、同じ色で全体を染めるタイプですね。 同じ顔で染めていく、そういうふうになってしまうわけです。やればやるほど行き詰まる。だからみんな抵抗すると捕まるから逃げる。あるいは黙る。というふうに今現在になってくると思います。そうするとこう中国は変わるのかって、そのじゃあだ黙る、えー、というところで逃げられない人が溜まっていく段階で、それが爆発するのかということが多分、勝負になるけけども、うん、今のところはえガスは溜まっているかもしれないけれども、そこに火を放つというところにまでは至っていないそれぐらい。 えー、ネットワークがしっかりとされてもちろん反発する人はいるしい療活動している人たくさんいますけれどもなかなか大きくそれが両言というかそううのばーっと広がっていくようなことにはなっていかない,いかない状態にあるのかなというふうに思っていますどうもありがとうございます。えー、それでではフロアの方ご質問ありますでしょうか 個人会員の川北ですあのこれあの、中台問題を論ずる方に必ず聞いてる質問なんですが、あのまあ、台湾がね、独立するという場合、それは一体何を意味しているのかということですよね、台湾はすでにというか独立した主権国家であるわけで、いわゆる国家の3要素をすべて満たしているわけですよね、にもかかわらず、かかわらずそれが独立するということは具体的に何を意味しているのか、まあ、例えば国語を、まあ、中華民国から台湾民国とか台湾共和国。 国に変えるとかですねあるいは憲法も改正するとか、というようなことなんでしょうか。それとこれに関連してですが、国民党がその一つの中国論を、まあ、受け入れてるということ、これは何を意味してるんでしょうか。つまりね、おそらくそれはあの中台湾が中華人民共和国の一部であるということを受け入れてるわけではない,ないと思うんですよね。おそらく概念としてのの一つのち 台湾と中国は大陸は一つであると,ということだろうと思うんですが、えー、その辺の具体的なです、ね、国民党の思っている一つの中国論はどういうことなのか,というかあのこれもさまざまな議論があるところですけどもあの簡単に申し上げるとですねまず一つの論点は台湾独立といった場合に何から独立するのかというところがあるわけですね。 えー、台湾内部における一つの独立論は、えー、中華民国から台湾が独立する。えー、つまり中華民国という国語を何なりを全部なくしちゃって、国家、どこ、どこからの承認も何も関係なくですね、要するに中華民国なくしちゃうっていうのが一個あるわけですよ。で、二つ目にあるのが中華人民共和国とのその関係性において自分たちの独立を認めさせるっていうのがあるわけですね。二つの独立論。まあ他にも細かく言うと色い々ろいろあるんですが、 大きく言えば2つあるというふうに思っていいだろうというふうに思います。で、2つ目にはですね、やはり経緯というのを理解する必要があって、もともとですね、蒋、えー、介石政権というのは、1949年に国民党が12月に中国、台湾にやってきます。えー、その時、当然ながら蒋介石の目標というのは、大陸に反抗するということで、<laughs> やがて南京を奪い返すことが目標だったわけですね。つまり同じリングでもって旗を争うような、そこが北京と台北の関係だったわけです。 ところが、1988年に、まあ、あの、1980年代に入って、えー、ま、諸外国が死んで、そして、えー、まあ、88年に離島輝が後を継ぐわけですが、その離島輝が90年代初頭に、この大陸反抗をやめるわけですね。91年ですけど。大陸反抗をやめるということは、同じリングの中で中国という旗を争うことをやめるって意味です。もう攻めていきませんと宣言します。そうすると、逆に言うと、旗を争っていた北京が困るわけですね。 で、私は別にもうリングはいりません。中国というリングは全部あげます。私はこのリングの一番端っこの小さい台湾ってことだけでいいですそういう話なわけですよ。で、李登輝さんは中華民国在台湾、中華民国というのは台湾にあるんだって言ったわけですね。そうすると、まあ、時期は少しアイゼン語しますが、大陸は困ってしまって、そこで1992年に香港で交渉をして、92年コンセンサスにあって、一つの中国認めろよと。そうしないと旗を争うってなっちゃうわけですよ。 で、そこでその旗を相変わらずお互いに争うという、まあ、犠牲というか、義あの、義義の儀ですね。て底編の歌がの、犠牲を作ったわけです。で、だけども、この92年コンセンサスというのは、これは秘密協,協定みたいなもので、オープンにされなかったわけですね。ですから、1996年に離登輝政権できても言わなかったんで、わからなかったわけです。で、みんなだんだんどうなっていくるといと、中華民国在台湾だから、台湾の中でどんどん台湾化が進行していって、もう中国に攻め込んでいかないわけだから、 教育にしても歴史といわゆる中国史より台湾史だってなっていくわけですね。で、2000年に民進党政権できるときに国民党が実は92年コンセってありました突然言ったわけですよ。で、一つの中国ですが約束してますよって言った瞬間に民進党の方はそんなこと聞いてないっていう話になっていったわけですね。ですから、あの、92年コンセ自体は、まあ、国民党自身がはじめ李登輝政権のときに、李登輝政権って1988から2000まで12年間あって、 96年からは選挙の政権ですが、それまでは選挙をしていない立政権があって、そこで約束しちゃってますので、それはノーと言えないところがあるわけですね。だけども、バレエキューが言ったように、一つの中国というのは別に中華人民共和国という意味じゃなくて、えー、いわゆるイ・ジョン・クービ・ビョ一つの中国というのはそれぞれがあの表現する、それぞれが意味を解釈するという言葉があるように、この言葉というのはまあそれぞれ一,一つの中国といっても解釈が北京、台北で違うということを国民とは言ってきたということになるわけであります。 ですので、国民党としては、別にこれが中華人民共和国と統一するということを意味しないけれども、中国の方との、ある種のバランスというか、戦争しないというか、そういうための一つの、おまじないようなことの言葉であるというのを持ってきた。だけど、民進党活動はそんなものは受け入れられないし、えー、民進党というのは中国の一部であると認めていませんので、えーあの、中華人民共和国の一部と当然認めないし、また加えて、台湾は台湾だというのは民進党の基本ですから、えー、そこは認められないと。ただ、蔡英文という人は、その中で、 中華民国在台湾を中華民国台湾って言ったんですよね。在を取ったんです。中華民国が台湾にある。中華民国在台湾って言うと中華民国が台湾にあるっていうのに対して中華民国台湾って言うと中華民国と台湾が一致したことになりますね。ほぼ。だから蔡さんは李さんの話を一歩進めたわけです。しかし彼女はあくまでも中華民国という言葉を残して使ってるんですね。その中で言うと彼女は中華民国と台湾を一致させて 中華人民共和国と離れていく。つまり先ほど私も言った2個の独立論で言うと、えー、台湾を中華民国から独立させるというよりも、北京と距離を取るときに、中華民国台湾をセットにしたわけですよ。これが、いわゆる家族ですね。中華の家の独立。で、台独っていうのは、中華民国をなくし、台湾から、えっ、ー、と、中華民国から台湾完全に自立し、これ第一段階。かつ、北京からも完全に切れる。二段階踏むわけですね。 そこが違うわけです。あの、ここが大きな違いですから、独立という場合に、そういう、あの、細かい議論がたくさんあるんですが。申し訳、今言ったように、大きく分けるというものを二分類があって、歴史的経緯があって。それに即して、今申し上げたような、あの、いくつかの独立論があるということでございます。フロアの方で、ご質問ありますでしょうか。あ、どうぞ。 NHK の宮内と申します。あの、今日は、えー、習近平外交についての極めて理論整然とした、えー、分析ありがとうございました。あの、台湾についてお伺いします。あの、来週の月曜日に、来生徳氏が新しい総統に就任しますが、まあ、来生徳氏は、あの、選挙、あの、もともと独立志向が強い人物というふうに言われてきましたが、選挙戦ではかなり、えー、そういった独立職封印して、あの、蔡英文氏の、えー、現状維持路線を、まあ、かなりアピールして当選したというところもありますが、 その、来週のその就任式での演説のポイントですね。どのような文言を盛り込んでくるのか、先生どのようにお考えでしょうか。それともう一つ、えっと、まあ、立法院で、えー、少数与党となってしまった民進党ですが、まあ、これ、あの、キャスティングボート握っているのが、か、えー、カブンテ率いる、えー、民主党と、えー、言われています。 で早速、議長の選出にあたっても棄権す,、ねえーまあ、するなど、まあ、かなりその民進党はしごをはされ外されたような形となっていますが、これまでの,その民衆党の動きですね、どのように分析していらっしゃいますでしょううかありがとうございますあのまず5月20日が中華民国、台湾の総統の就任式になるわけですけれども、まあ、そこで来習得新総統がどういう演説をするのか、そこでどういう言葉を使うのか、使わないのかというのは大きな争点ですが。 まずそのことを言う前に、いくつかの背景を申し上げておくと、まず第一に、えー、台湾のですね、えー、有権者というのは、先ほど言ったように6割が現状維持派でありまして、で、2割ちょっとがやや独立で、えー、まあ、まあ、数パーセント、合計25%パーセントが独立ですので、こう、多数派が現状維持を望んでいるというところがあり、先ほどグラフにあるように昨今では、永遠に現状維持がちょっと増えている状態にあります。 加えてですね、政党の支持率で見ていくとえ今日、今日資料はありませんけれどもえ民進党が一時3割までいって今ちょっと2割、2割5分、今日 20%, 20, 20台後半にあって国民党が今、2割弱ぐらいなんですね。で、それであとはあの、まあ、民進党も結構伸ばしてるんですが4割以上が無党派になります。何言ってるかと言いますとえ要はその現状維持派が6割いて無党派が4割以上いるわけですからここの層を上手にとらまいとかないと。 えー、2回目の選挙、つまり今から4年後、2028年選挙ですね、ライさんの 2, 2期目、この選挙のところで勝てないわけです。要するにこう中間の人々をしっかりと抑える必要がライさんにもあるというのが1点目です。で2点目で,です、ね、すライ政権というのの副総統は賞備金ですね。 でショビキンさんはもちろんアメリカ通というか、まあまああのはい、アメリカ大大よく理解してる人ですけど、翔さんと蔡英文との関係が深いわけですので、あのもちろんライさんは蔡英文政権の,あの副総統でしたから、そこにも連続性あるんですが、翔さんの影響というのはどれぐらい入るのかというのも大きな争点で、あのそういう意味では、先ほど申し上げた蔡英文政権の路線というのが、まあ、どう翔さんを通じて継承されるのかというのが2点目です。 3点目にですね、まあ、アメリカも含めてですね、まあ、日本もですけど、まあ、あ,のあまりこの独立路線つまり中国の方にまあ口実を与えるような何かですねあの。中国は今回の金門島周辺もそうですし日本で言えば尖閣もそうですがなんかこ,うこっちがやったことを相手のせいにして何かいつも。 現状変更してくるのでそういう意味で中国側に何か口実を与えるようなことをしないでほしいということも国際社会の中には台湾に近い国々の中でもあるだろうというふうに思いますそうした意味では、えー、蔡英文さんの路線というのも、えー、あの彼が、えー、ライさんが継承するのを理解できる票を多く集めていくのまた国際社会から支持を集めていくのもそこがポリティカリポリコルスであるというのが多分正解なんですねですかからら普通に考えれば、えー、今から 4年前。まあ、8年前というより4年前ですね。2020年の蔡英文の演説。2 0 1 6年と少し違うんですが、2020年の演説のを踏まえた言葉遣いをするんじゃないかというのが、一つの見方。 ただ、あの、とはいえ、やっぱり自分の特徴を出したいとすぐならば、どこへ出すのかなというのは、92年コンセンサスにどう触れるか触れないか、もちろん本文では、本とか演説そのものでは触れないけれども、記者会見でどういうふうに言うのかとかですね、いうところで多少言葉遣いを変えていくのか、再英文であれば、えー、そうした事実があったことは知っているっていう事実、止めたものを、えー、何か歴,歴史的な事実とか、なんかちょっと言葉のレベルを下げるとか、そういうことはあるかもしれません。 であとその要は中華民国って言葉であるとか憲法とかそういったものをどう使うのかっていうのは残るだろうと思います。これはかなり細かい話ですけれども、えーまあ、今でも相当の執務室で孫文の像とかたくさんあるわけですねああいう中華民国的な,こうなんか台湾の、えー、総統府の中にある中華民国的な殻というか枠というか,いうか本当に薄い膜のようなものが貼ってある孫文さんがいたりするような。 そういうものをライさんが取っ払うのかどうかっていうのはちょっと残る課題かもしれません。これは黒ト好みのコメントですけど、あるかもしれない。ちょっとわかりません。いずれにしても、えー、中国との関係性、それから9十年後政策といったあたりの言葉遣いというのがポイントで、まあ、2020年の蔡さんの言葉遣いと比べるというのが一番いいんだろうなというふうに思うのが前半の方です。それから、二つ目はですね、えーと、キャスティングボードを民主党が握ったわけですけど、これ大事なポイントがいくつかあって、一つは、えーと、先ほど少し言いましたが、 対中関係や軍事安全保障では民衆党はあの民進党に近い。えー、ですね。1点目。二点目。ところがですね、えー、民衆党を支持した若者たちは民進党が嫌い。困りましたねってやつですね, <laughs> あのね。ねじれちゃってるわけですよ。で、そういう状況があるので、 3つ,つ目にです、ね、実はあの、うん、国民党支持者の中には、えー、公有儀が嫌な人が結構、えーえーちゃの、民衆党が嫌な人が結構多い、国民党の支持者の中には民衆党が嫌な人が結構多い、これも出てるんですね、データが。なんか、じゃんけんの三スクみたいになってるわけですよ。<laughs> で、これは、どうなるのかというと、普通考えると、是正非比で行動するということになるわけですね。 で今回の,その先ほどした議長の案件なんかにしても、あまりにも民衆党がキャスティングボードを握ったので、あまりあの大きな態度を取ったりすることに関する国民党内の反発等もあって、いろんなことがあったわけです、その中で、家庭の中で。でもやはりその、おそらく民衆党は今後は、えー、これまでもこれもぜぜひ、ケースバイケースで行動していくんだろうあのこれは当たり前の話で、国民党をべったりになってしまうと、自分の価値下がっちゃいますから。 国民党についたりつかなかったりし、時々あの民進党を支持したりしながら動くことによって、むしろバーゲニングパワーを上げていく。まあ、当然そうなわけですよ。ですから、と立法院の中で、あの時,時々、おまあ、民国民党寄り大げながらも絶対ではないというスタンスを取っていくんだろう。ただし、一つの大きな難点というのは、じゃあ、国民あの、民衆党の中でカブンテさんがいつもこれを決めて、細かい舵取りやるんでしょうかと、えー。立法院の委員であった8人の議員さんであるとか、 そういった人たちを上手に使いながら毎回毎回今回はこういう路線で行くという案件ごとにいちいちいち,いち細かく決めてですね、やる,やることを加算、えー、がや,るや,るやれるのかっていう問題ですね。そうした意味では民衆党という政党は組織力から、まあ、人的でヒューマンリソースそれからお金の面様々ままな面で脆弱性を抱えてますので非常に複雑な動きをしなければならないという今の状況というのはもしかしたらサステナブルじゃないかもしれない。でも 民衆党のような政党というのはこれからも現れるだろう。つまり、二大政党制への疑問、二大政党への疑問、若い人との接するジェネレーションのギャップ、こういったさまざまな構造で生まれてくる受け皿が民衆党とするならば、民衆党とするならば、民党以外の民党がもしなくなっても、まあ、加算がいれば加算に集まるかもしれないし、加算がもし政界を引退しても、そのようなあの政党というのはこれからも現れてくるんだろうと。とだけどももああくまででネガ政党であるうちは ネガがポジを上回るっていうのはなかなか想像できないというところもあるので、肉薄するかもしれませんけども、ネガがポジに一気に転換するには、もう少し大きな装置というか、何とかではないじゃなくて、何とかであるという何か理念なりをもっと落ち出さないと、そこは難しいんだろうというふうに思っています。以上でございます。はい。えー、じゃあ、あの、だいぶ時間をオーバーしてしまいまして、えー、お疲れのところ、どうもありがとうございました。もう一度、あの、盛大な拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。